アルブレヒト・デューラーのエングレービング作品、ネメシス・エングレービングとは、版画の黄版技法の一つで、ビュランという先端に、ダイヤモンド様の硬い葉のついたのみのような器具を使い、銅版に線を彫る。そして、その溝にインクを埋め、それを吸って作品にする、版画技術。鮮明な線が特徴とされる。エングレービング版画は1430年頃の、 ドイツのライン川上流付近の金属工房において制作された。主要な作家にマイスター。E.S. マルティン・ショーン・ガウラー、アルブレヒト・デューラーらがいた。彼らの作品はオールド・マイスター・プリントと呼ばれた。エッチングより成立は早い。ただ単に金属やガラスを削ること、あるいはそれによる彫金作品を意味することもある。ビュランボーリー。印刷におけるエングレービングとは、 同伴を写真製版やグレーバーで彫刻し、陰気を詰めて、紙に転写する印刷技法で、熟練した高度な技術が必要とされる。細かい線や文字などの再現性が良く、最高級印刷の分類に属する。世界の VIP や王室などに利用され、企業でも信頼の証として使用されている。最近では偽造防止の観点からも注目を浴びる。よって、 高級ブランドのタッグなど用途は様々である。また、臨時部分が盛り上がるのも特徴。最近は、同伴印刷により、高級グリーティングカードなどに使用されている、ジャックウープランの銅版への彫刻、エヴァン・リンドクイストのハンガープレス機でのすり、ありがとうございます。